逆転裁判男女2人で実況プレイ。じゃあね、移動する。あれ星影はある、え、ないね。あれ留置所行く、もう一回もう一回留置行ってみようか。あ、ダメやね。移動する。あ、先生、あれあれ突き付けよう。あ、これね、これ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 大事。見てるき、この手紙なんだけど、さっきのね、例のボートゲーの管理人の金庫から出てきたんだ、うん、ほほう、これは私に復讐だぞ。さっき来たぞ。一体誰なんですか、あのおじさん。知らん。お前が昔有罪にした無実の被告人とか。嫌なことを言うな、あんなおじさん覚えがないぞ。とにかくおじさんはこの手紙通りに犯行を、うん、つまりこの事件には黒幕がいたということか。そういうことですよ。お前の人生を破滅させた二人の男に今こそ復讐をするのだ。二人の男、この私と生倉弁護士のことか。これが最後のチャンスだとも書いてありますよ、うん、はい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 、最後のチャンス、もしかしてそれって時効のことじゃないか。時効、まさか、まさかあのおじさんが。ああ、どうしたんですか、何か分かったの。ハイネだったのか。来た、あのおじさんが来たぞ。ハイネ、DL65 事件の容疑者で無罪になったあの男だ。すごいつながりが見えてきましたよ。話そう。見えてきましたよ。ハイネ光太郎じゃないかと。ハイネ光太郎は、ハイネ光太郎は法廷の係官だった、はい、15年前私たちは偶然エレベーターに乗り合わせた。あれね、苦しんでたのがハイネさん。真ん中のやつね、あのグエーってなってた、首グエーってなってた人ね。地震ひどい揺れだった、はい、気がついたら我々は闇の中にいた、はい、永遠とも思える長い長い時間、うん、薄れてゆく吸気吸気狭い箱の中で闇が迫ってくる。次第に我々は落ち着きを失っていった、うん、これね、クルスタヤの真ん中。助けに来れ、息が。これでいい、これ。うるさい、黙るんだ、こっちまでおかしくなる。出せ、声から出してくれ。大声を出すな、酸素を余計に消費するぞ。てててててて、私の記憶はそこまでだ。なるほど。気がついたら私は病院のベッドで天井を眺めていた、うん、裁判ではハイネの精神状態が問題になった、うん、酸欠と緊張状態が原因でハイネは心神喪失状態になったとか、うん、結局その主張が認められてハイネは無罪になったのだ、うん、はい、そういうことか。でもちょっとおかしいですね。はいはい、何が何が。この手紙、ミチル検事に復讐しろって書いてありますよ。書いてますな。なんで復讐なんですか？それもあなたに。うん。てんてんてん。なるほど。ん？この数日間ずっと悩んでいたことがある。はい。君に話すべきかどうか。もしかして今日の法廷で言っていた。言ってた。そうです。あれか。私の悪夢の話だ、うん、私が犯した罪の記憶お前の罪これなるほどねてんてんてん、殺人の記憶だ、これですわ、記憶だ記憶だ記憶だ、こえこえこえもごもごしてた。どうやら君に聞いてもらう時が来たようだな。悪夢の話をしてくれ、中二病。オッケー、ちょっとセーブしようぜ。うん。オッケー、では話してもらおうか。悪夢を話してもらおう。この15年間、毎日のように同じ夢を見る。はい。その度に私は恐怖に跳ね起きるのだ。辛いね、それは。はっ！ってなわけです。なあ。どんな夢なんですか？あの事件の夢だ。すべてが闇に閉ざされたあの事件。来た。来た。いっちゃんの格好ですよ。助けてくれ、いい気が。うるさい、黙るんだ、こっちはよかった。何回これ言うた俺ら。ねえ、だぜ、ここから出してくれ。大声出すなよ、酸素余計に広がる。噛むなよ、何回もやってんのよこれ。息ができて、お前が空気を汚すからだ。なんだと。
俺の空気を吸うな。息の根を止めてやる。うわ、何をする、やめろ。これですか、俺の空気を吸うな。お父さんが襲われている。ふと気づくと足元にピストルが転がっている。なんで？その日の裁判の証拠品だったのか、係官の持ち物だったのか。私は夢中でそのピストルを拾い上げる。あ、僕のお父さんから、お父さんから離れろ。はあ、パン。うごー、ラスボスみたいな断末魔やったな。その悲鳴で目が覚めるんだ、うん、ものすごい悲鳴だ。この15年間耳から離れたことがない、ものすごい悲鳴。てん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 。でも、それってただの夢なんですよね。そう思ってこの15年間生きてきた。はい。しかし、これが現実だったとしたら、人は自分の精神を守るため記憶を閉ざすことがあるという。父親の命を奪ったのは他ならぬ私かもしれない。来たよ、これか。そんなことって。そう考えると、この手紙も納得できる。うんうんうん。剣霊寺に復讐しろ。そう。ハイネは本当に無実だったのだ。だから復讐をしようとしたのだ、この私に。待てよ、剣霊。それってつまり。親父を撃ったのは、DL5 事件の真犯人は、この私。なんてこった。なるほどくん。どうしよう。とんでもないことに。悔しいけど。僕たちじゃどうしようもないよ。DL5次元の情報を詳しく知ってる人がいれば。はあ。いるじゃない、なるほどくん。あの人に助けてもらおうよ。なるほど。ワッフォン、ワッフォンね。ワッフォン、ワッフォン。すげえ、いい感じの順番通りだな。よし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 。じゃあ行くぞ。先生。押し掛け法律事務所。先生先生先生。先生。先生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 。ワッフォン先生、ワッフォン先生。ウォッフォン先生ちゃうで、名前押しかけな。押しかけ先生。君たちなんじゃ深刻そうな顔して。どう、んー、もうちょっとに、うん、おじいちゃんみたいな。おじいちゃんでいきます。じゃあ先生こそ何ですか、のんきな顔して。いやいやいや、一体何があったんじゃ、話してみなさい。どうすか、いいじゃないですか。三つ抜き検事がなんでさ冷たいの。いや、足も思い出してです、今。どんなのだったかなーって思って。でも近かったかな、今ね。近かった。うん。なんと、三つ剣心を打った夢は、ノア。夢なんですからね、あくまで。うん。てん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 。それはどうかの。え？それならばなぜ、君たちはそんなに慌てておるのかね？それは。それに。明らかにハイネは三つ剣霊寺に対して悪意を持っておる。殺人罪を殺人罪を着せようとするほどの強く深い悪意。殺人罪私みたいな間違いしないでくださいよ。あのね、声がね、意識しちゃって。なるほどなるほど。やってやりやすくじゃしていい。あ、いや、好きなようにやってください。間違いなならいいですよ、別に。おそらく夢ではあるまい、現実だったのじゃよ。これがやりやすいね。はいはいはい。君たちの想像通りな。これだったかな、もしかしたらな。ミツルギレイジは父親を助けるためにピストルを投げつけ、そのピストルが暴発したんじゃ。そんなのひどすぎるよ。アイネはその罪を着せられて係官として人生を潰された。だからミツルギレイジに復讐しようとしたのだ。時効直前の今になってな。話します、教えてください。ミツルギシーン、水剣の父親ってどういう？てんてん、素晴らしい弁護士じゃった。好きなみな表現じゃが、そうとしか言いようがない。そういえば似ておったかもな。あやさと千尋くんと。お姉ちゃんと？水剣しん、しんでいいんかな、ほんまに。まことかな、わからない。しんは、お父さんね。カルマケンジのやり方に強く反発を感じていた。カルマケンジ。カルマは強引な男じゃ。証拠証言のでっち上げなど平気です。当然彼の扱う事件は全て勝負だ。三剣心はカルマに勝つことで奴のやり方を否定しようとした。それで
負けたよ。そして死んだのじゃ。失意のままな。マジか。そうなんですか。霊媒の話。三月神が殺害されて一人の霊媒師が呼ばれた。あんたのお母さん、前里舞子じゃよ。ここでここも繋がってくる。そうなんですよ。あ、どうぞ。私、三月神を殺したのは、私を撃ったのは、法廷係官のハイネ光太郎。来た。霊媒の声ね、これ。うん。しかし、ハイネは無罪じゃった。お母さん、そのせいで出て行っちゃったんだ、うん、インチキだってみんなから言われて。そう、みんなそう思った。あやさとまいこはインチキだと。じゃが、今思えば嘘をついたのは三剣神の霊だったのではないだろうか。三剣神は知っていたのじゃ。本当は誰が自分を撃ったのかを。まさか三剣霊司を自分の息子を守るために偽証したって言うんですか、三剣の親父が。可能性の話じゃ。しかし否定はできん。ミートル突きつけようじゃ。6号事件のあの資料を資料つけますか。はい、これね、お願いします。行きます。ミツルギ進化、優秀な男じゃった。残念じゃよ。生きていれば今カルマはどうなっていたことか。オッケー、もう突きつける。じゃあ一応あれも、あの手紙、あ、その手紙これも言ってみましょう、うん。おお、それが問題の手紙か。確かにハイネはこの通りに動いて鎌倉を殺害したんじゃろう。でもなぜ鎌倉弁護士を。鎌倉は腕の立つ弁護士じゃったが、奴は依頼人のためではなく自分のために弁護をしておった。自分のため。奴は自分の依頼人を信じようとはしなかった。信じていたのは自分の腕のみじゃ。ほう。でも結果が無罪なら同じなんじゃ。違うんじゃよ、そりゃもう全然な。鎌倉は自分のために無罪判決を勝ち取った。その結果、ハイネは社会的に抹殺されてしまったのじゃ。どういうことだ。どういうこと、うん、君にも今にわかるじゃろう。はて、え、どうしました。この手紙、この文字じゃが、見たことがある、この筆跡。遠い昔どこかで。マジで？それ大事だからね。一体誰の字じゃったかな。思い出してお願い。ジミー、心当たりはないかね、この手紙誰が書いたか。いやいや、もう、これさ、これね、もうだからこの三択やったらあれしかないですよね。三択ってもうこの話を今まで全部聞いた中でね、これってもうあと一人しかいないんですよ。もう三択やったらこの人しかいないです。いないんじゃないですか。そう、あの何やったっけ、丁寧な字で書いてるって言ってたしね。そうです、丁寧な字、完璧な男なんですよこいつは。もしかしてカルマ号ですか。カルマ、なんでここに奴の名前が出てくるんじゃ。ん、違う。いや、なんでと言われましても。ん、カルマ、そうじゃ、当たってるよほら。確かにこれはカルマケンジの字じゃん。なんでちょっとボケ取ったん、おじいちゃん。ボケ野郎、ボケ野郎、ガッポン先生、ふざけんなよお前。昔法廷の書類でよく見た彼の字じゃよ。なぜ字で、字文で書いたこれな。そうだよ、ワープロっていうかパソコンで書けよ。そうじゃあハイネさんに殺人の指示を送ったのは。これめっちゃ大事やで。そう、カルマ号ということになる。どういうことだ。なぜカルマケンジが三剣を。おい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 、わけわからんぞカルマケンジ。この手紙を書いたのがカルマならば、奴は当然知っておるはずじゃ。三剣霊司が誤って父親を殺害してしまったということ。なに、おそらく明日の法廷でカルマはそのことを持ち出すじゃろうて。三剣霊司に有罪を認めさせるためにな。そんなでもカルマケンジがなぜ三剣ケンジのことを知ってるの。三剣ケンジ自身悪夢だって思ったのに、うん、確かにそれはわからない。しかし奴は完璧で、そして執念深い。三剣氏に対する憎しみを息子にぶつけるつもりかもしれん。どういうことですか。15年前、カルマは確かに弁護士三剣氏に勝利した。しかしカルマも無傷では済まなかったのじゃ。おっしゃ、真剣勝負。三剣の親父とカルマの勝負ってどうだったんですか。判決は有罪、カルマの勝利じゃった。しかし三剣神の告発によって
カルマの提出した証拠に一部不正のものがあったことが立証されたのじゃ。なるほど。捏造ということですね、うん、不正な証拠。カルマは検事生活でただ一度の処罰を受けた。水抜き神はカルマの完璧な経歴に傷をつけたのじゃよ。おお。へえ。そのことがよほどショックだったのじゃろう。カルマ検事はその日から数ヶ月休暇を取ったほどじゃ。休暇を？長い検事生活でカルマが休暇を取ったのはそれが最初でそして最後じゃったよ。死んだみたい。ねえ、え？いや、お休みないんですか？山とか海とか逆にした。なんで逆にしたんだ。それにヨーロッパとか。なんで逆にしたんだ。なんだよそのよくわからない休暇のイメージは。とにかくカルマが休暇を取ったのはその時だけじゃ。それだけ悔しかったのじゃろう。でも完璧な経歴を残したいならそれで休むかな。おお。なるほどくん。どうしよう。おお。カルマ検事きっと DL65 事件のこと持ち出してくるよ。うんうんうん。ミチル検事もしかしたら罪を認めちゃうかも。そんなことはさせない。じゃが、なるほど。残酷な話かもしれんが、たとえ過失でも殺人は殺人じゃよ。分かってますよ。ただ僕はまだ信じてるんです、ミツルギを。あいつが殺人なんて。でもミツルギ検事自分で認めちゃってるんだよ。それにお父さんもミツルギ検事を守るために嘘を。それでもあいつは無実なんだ。てんてん。なるほどくん、君がそこまで言うならもう一度調べてみるんじゃ。警察の資料をな。ほう。星影先生、ほとんど可能性はゼロじゃが何か見つかるかもしれん。わかりました。警察の資料か。資料を探しに行くかじゃ。行くか。前探したところ。そうやね、多分あっこやね。ってことは、うん、まず留置、まずじゃあ、まず留置行ったんか。いや、で、移動する。それで、あ、そうね。なんだこの留置は。留置所の経由、ね。留置所経由、ね。ごめん、みっちゃん。用はないわ。ごめん。27日。うん、おー、時刻警察署内。刑事か。人が少ないね。みんな、おじさん、ハイネを探しに行ってるんだよ。あ、君たち。うざいの来た。今日は伊藤の顔も戻らないよ。徹夜で人探しだとさ。ジョロク刑事さんも頑張ってくれてるんだね。私たち資料室に行きたいんですけど、勝手に入ってもらっちゃ困るんだけど。まあ、今ならカルマ検事がいると思うから。え？彼と一緒なら資料見てもいいよ。え？カルマ検事。ああ、ついさっき来たところだ。カルマ検事が資料室に。急ごうよ、なるほどくん。さあ、行こう。マジか。カルマよ。上司さん。上司です。資料室行きます。開いてる。来たよ、ほんまや。27日某時刻、警察署内、資料室。はい。相変わらず埃っぽいね。うん。相変わらずも何も昨日来たばっかりだからな。どうしたの、なるほどくん。いや、いないなと思って。カルマ検事。確かに。しかし、調べよう。開いてる。気になるところがありますね。行きますよ。そこ。あれ、ここだけ開けっぱなしになってるよ。最近開けたみたいだね。未解決事件、証拠物件ってラベルに書いてある、はい、未解決事件か。なるほどくん、 DL5 事件のケースだけ空っぽだよ。なにー、なんだって。そこで何をしている。来たよカルマー。キャー。こうまっすぐ見ると変な顔。まっすぐやで、この人。ここからの方がいいって。まっすぐ、ね、斜め45度がいいんですよ。カルマ検事。青いね。貴様、なぜ我が輩の名を知っている。嘘。どこかで会ったことが。なら何言ってるんですか。最近おなじみの顔じゃないですか。おなじみの顔。私たち三つるぎ零時の弁護士ですよ。弁護士。それは失礼。顔めっちゃ悪い。いやーってめっちゃ悪い。弁護士なんて目に入らないちっぽけな存在なものでな。さすが三つるぎの師匠だな。ディスんなよ。さあ話すぞ。はい。三つるぎのこと話しましょう。三つるぎ検事ってお弟子さんなんですよね。てんてんてん。甘さが抜けないロマンチスト。何言ってんねん。父親と同じだ、一流にはなれん。カルマ検事、
あなたは三剣神の弁護士を恨んでいますよね。私が弁護士ごときをなぜだ。あなたの完璧な経歴に傷をつけたからですよ。それなのになぜ三剣霊司を検事としてここまで育てたんですか。憎い敵の息子なのに。貴様の知ったことではない。明日の裁判。はい。全然話してくれない。うん。明日の方、あ、ごめん。声が割れちゃった。明日の法廷は最終日だ。迷いちゃんのね、テンションによって危ない。久しぶりだ、最終日まで持ちこたえた弁護士は。何事か分からなかった、俺。しかし、結果は変わらない。三剣霊司は明日、自らの罪を認めることになるだろう。15年前の罪ですか？関心な勉強家だな、うんうん、そこまで調べたのなら貴様にもわかるだろう。明日の法廷で三剣霊司が何を語るか。やはり明日の事件でこいつは DL65 事件のことを。これね、これね、つけるんですよね確か。そうなんで、結局話進まんから突きつけようか。じゃあやりましょう。まあ皆さん何を突きつけるかというと、はい、これですわ。手紙ね、行きましょう。はい、突きつけます。ダルマ検事、これを見てください。あなただったんですね。ハイネコウダロに殺人の指示を送ったのは。さあどうする。ハイネコウダロ、あの男をその名前で呼ぶのを聞くのは何年ぶりだ、うん、バカな男だ。読んだら必ず焼き捨てるよう書いておいたのに。やばい。認めるんですね。あなたがハイネさんにこの手紙を。さて弁護士、わざわざ持ってきてくれてありがとう。おかげで余計な労力を払わずに済んだよ。なんだと。なるほどくん。なにあれ。何。ああ悪いスタンガーだよ。ご神用の武器だ。なんちゅうやっちゃこいつも。その通り、60万ボルトの花火が貴様の体に弾ける。花火じゃなくて火花。あ、火花。花火。パチ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 。同じだよ、同じ。パチパチパチ。綺麗だね。綺麗だろ。夏だしね。はい、60万。花火確かに見えるよね。見えるよね。心配いらない。死にはしないからな、多分。さあ、渡してもらおうか、手紙を。完全落としやんけ、こいつ。ねえ。くそ。やめてー。ナイスー。何をするか。なるほどくん、逃げて。あ、すごいことなってんじゃん。花火が見える。シュポンシュポン。事件。ま、迷いちゃん。手こずらしょって。はあ。結局やられるんかい、お前も。結局かい、お前ら。結局お前、迷いちゃんの。迷いちゃんの。何やってんだ、このカップル。頑張りをさ、無駄にするんじゃないよ、とんがりやった豆。とんがりやった。ああ。ということですよ、やられました。やられた。手紙、うん、もちろん、奪われちまったな。DL5 事件の証拠品も持っていかれて、手がかりはゼロか。最低やね。そうだ。まゆちゃんも大丈夫かな？いる？まゆちゃん！いますよね、ちゃんとね。いました。おい！しっかりしてくれよ！まゆちゃん！大丈夫？来たー！よかった。取られちゃった手紙。それより大丈夫？ほんとダメだね。落ち込んでる。威勢よく飛びかかっても一発で気絶しちゃって。君のせいじゃない。私なんてお姉ちゃんを呼ぶことしか能がない役立たずなのに。かわいそうすぎる。こんな一番大事な時にそれもできない。このまま目が覚めなけりゃよかったな。なんちゅうこと言うのこの子は。迷いちゃん、くそ、なんとかしてあげられないのか。とにかく自信を回復させる方法を探すしかないな。ん？迷いちゃん？何か握りしめてるぞ。これは弾丸。 DL65 事件証拠品7号、三剣神の心臓部より摘出。そうか、春馬検事に飛びかかった時夢中でこれを掴んだんだな。素晴らしい。これさえあればいけるさ、きっと。洗浄痕ははっきり残っている。うん。
心臓から摘出された弾丸です。大事じゃない。証明してやるよ迷いちゃん。君は役立たずじゃない。何もかも証明してやる。最後の法廷で。ふー、続く。法廷に続きます。はい、はい、というわけでどんどん行きましょうか。やりましょうか。やりましょう。来ました。12月28日午前9時51分地方裁判所被告人第2位控室。はい、ついにこの時が来たな。今日で決着がつくはずだ。いろんなものに。え、いや、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。